はいどうもこんにちはでですとということで今日は1週間分のカメラニュースをざっくりとまとめていこうと思います。で多分こ、ね、で、たぶんこれが、ね、2023年最後のカメラニュースまとめになるとは思うんですでまず、あ、最初、ソニー関連の噂なんですけれどもこちらのソニーアルファルーマーズに掲載されていたもので,で一部でアルファ75に関する噂っていうのがいろいろ出回っているらしくですねでそれが、ね、結構、ね、あの夢みたいなあのスペックなんですよ。 あの44メガピクセルのフルフレームセンサーで AI ベースのリアルタイムトラッキングが可能であったりだとかあとまあ動画に関して言うと 8K30P の収録がが可能ででししかもそれがこう12ビットに対応しているってことなんですねで手ぶれ補正に関しても5軸8ストップの手ぶれ補正効果っていうのがあったりだとか。 はフォーカスプリージングの補正機能とかっていうのもついていてであのカードスロットに関してもデュアルタイプで CFX プレスタイプ A と SD カードに対応しているみたいなあのこれだけ見ると結構夢みたいなカメラなんですけれどもこのソニーアルファルーモアズはこういった噂をまを否定するような形で。 これはあまりにもこう独創的なあの噂であってあの現時点で α75 に関して近日中に登場するような噂っていうのは全くないとこういったこう一部出回っている噂っていうのを否定したようなあの形なんですね、まあ、なので α75 に関してはねあのこれまあどういったスペックになるのかっていうのはやっぱ気になるところなんですけれどもあの近いうちの発表っていうのはないですし、まあ、さっき紹介したスペックみたいなものっていうのもまあ根拠のない突飛なものだというふうにまあ指摘したような形ですね。 なので、これソニーに関してはね。2024年ね。結構あの動画関係のカメラはね。色々出るっていう風な感じなんで、まあ、この辺も注目かなという風に思います。で、次はあのキャノン関連の噂なんですけれども、こちらこうカメラインサイダーにあの登場していた噂で、あの2024年に登場が期待されている EOS R5 Mark II なんですけれども、これは2024年の2月頃に発表されるのではないかと。 いいう,うな噂が掲載されていましたでこの記事の中で複数の情報源が2024年2月に e o s r 5 m II が正式に発表されるだろうというふうに主張しているということで来年2月の発表ということになるとおそらく CP プラスなんかで実機が展示されるような形になってこれがキ n ノンの目玉になるのかなというふうな印象です。 次はキャノン関連の噂なんですけれどもこちらキャノンルーマーズに掲載されていたもので e o s r 3 m a r k II に関して2025年に登場するのではなないいいかという,ふうな記事が掲載されていました。でこの EOSR3 っていうのは現状ねあのキヤノンの,、ね、あのミラーレスカメラの中ではこう最上位モデルみたいなあの形なんですけれどもただまあフラッグシップモデルとして EOSR1 の、ね、開発っていうのがま行われているはずなので。 あの事実上この EOSR3 っていうのはソニーでいうとこの α9 と同じようなこうラインになるということもあってこの記事の中でも α93 同様のスピードモデルねこの記事の中ではスピードデーモンというふうに書かれていてこう悪魔的に速いあのカメラあのそういったものになるだろうということなんですねただしこれに関しては2025年ということなんでまあ再来年の登場になるということなんでまあ詳しいねスペック等に関してはまだあの明らかになっていないということです。 で次はのパナソニック関連なんですけれどもこれねあのパナソニックが2024年の頭に、ね、新商品を発表するのではないかっていうようわさがいろいろとこう出回っているんですけれどもどうやらそれが 100mmF2.8 のマクロレンズになりそうだというふうな記事がエル,ルーマーマズに掲載されていました。でしかもこの 100mmF2.8 マクロっていうのはあのクラス最軽量になるだろうと。 ということなんですね。発表日に関しては1月8日になりそうということで,でこのレンズには2つのこう物理的なスイッチっていうのが搭載されていて1つは AF と MF の切り替え用でもう1つはねフォーカスリミッター用のまあスイッチになるだろうと。 であの最短撮影距離っていうのも 0.2m で約 20cm ということでこの辺のまあ焦点距離っていうのはこうマクロだけではなくてねあのポートレートにもね使いやすい焦点距離ということもあってこの辺はまあ実際どういうふうなレンズになるのかっていうのも気になるところかなというふうに思います。これ記事の中ではねあの繰り返しなんですけれども1月8日に発表されるということなんですね。 でもう一つはパナソニック関連なんですけれどもあのこちらの公式のリリースで発表されたことなんですけれども今後あのパナソニックはグループ内の2つのイメージング事業っていうのを統合することによってプロ用と民生用っていうふうなそういったこ住み分けっていうのをなくして統合してこのイメージング事業っていうのをより強化していくというふうなこれがまあ来年2024年の4月からあの開始されると。 いうことなんですね。何がこうプロ向けで何がねコンシューマー向けかっていうねあのそういったこうすみ分けっていうのもね一つにすることによってねさらなることなんですね。まあ、この辺こう実際のこうカメラにねあのこういった事業の統合っていうのが反映されるのはまだ先のことだとは思うんですけれども、まあ、この辺もともとねあのプロのねカメラマンさんにも支持されているルミックスのカメラが今後どうなっていくのかっていうのも注目かなと。 いうふうに思います。で、次あの富士フィルム関連の噂なんですけれども、こちらの富士ルーマーズに掲載されていたもので、あの次回の X サミットに関して2月20日、2月20日に開催されるのではないかというふうな記事が掲載されていました。ただこの記事の中では、富士フィルムの、ね、X サミットに関しては2023年もね1ヶ月ぐらい延期されたということがあるので。 あのこの日付っていうのはまだフィックスではないということであの変更される可能性はあるということなんですけれども、まあ、2月20日っていうことになればあの、まあ、CP プラスの直前なんで、まあ、ここで発表したものっていうのがね実際にこう横浜で展示されるみたいなあのそういった流れは結構自然かなというふうに思います。 とまあ、この辺が、ね、あの先週1週間分のこうカメラニュースという風な感じなんですけれども、えー、同時に今回おそらく、ね、2023年最後のカメラニュースになるということもあって結構、ね、いろんなサイトなんかで2023年のこうベストカメラとか、ね、ベストレンズというのもあの発表されていてあのこの辺をちょっとこう簡単にこうまとめてみようかなというふうに思うんですけれどもまずピータピクセルのクリス・ジョーダンの2023年のこうベストカメラであったりレンズというのが。 これはもう2 3週間前に発表されていたんですけれどもその辺をこうまとめるとですね、まずね、あのベストレンズに関して言うとあの3位がね、ニコンの 135mmF1.8S のプレナーね、まあ、これも話題になりましたけれどもで2位がシグマの 14mmF1.4DGDNR とで1位がソニーの FE2070mmF4 から、mm、の G レンズと。 いうことなんですねこれはコンパクトで汎用性が高いレンズということでこれが2023年のベストレンズに紹介されていてで2023年のベストビデオカメラこれに関しては3位がパナソニックのルミックス G9M2 で2位がニコンの Z8。 1> で1位がパナソニックルミックス S5M2 ということであのベスト3の推しの2つっていうのを、ね、あのルミックスのマイクロフォーサー好きとエルマンの時に選ばれているということでこれやっぱり特にこう動画面においてはやっぱのルミックスのカメラっていうのがまあ評価が高かったかなというふうに思いますであのベストカメラに関して言うとあの3位がライカ M11 モノクローム2位がフジフィルムの XS20 で1位がニコンの Z8 ということで これにあのニコンの Z8 に関してはベストビデオカメラでも2位に入っているということもあって、まあ、やっぱりこうハイブリッドカメラね、写真だけではなくて映像もまあかなり高評価と。 いうことなんでですねでその他にもクリス・ンド・ジョーダンが以前、ね、あの所属していた DP レビューここでもこう「Product of the Year」っていうのが発表されていてでまあ、このサイトの中では、ね、いろいろとねあのジャンル分けっていうのもされていてまあズームレンズだとか単焦点レンズだとかエントリー向けカメラだとかその中でもあの全ての商品の中でね「Product of the Year2023」っていうのがあって時点第2位っていうのがシグマの1 4 m m f 1 4トと。 いうことなんですねこれは特にこう天体写真なんかでは数少ないベストなレンズだと評価されていてであのの2023を受賞したのがニコン z 8ということなんですねでこの短評の中でもね総合的なパフォーマンス面ではあの現状ニコンの Z8 にかなうようなカメラっていうのはほぼないということでこれがまあベストな選択になるだろうということであのこの辺やっぱり、ね、ニコンの Z8 っていうのが評価が高かったのかなというふうな気がします。 であとまあ日本の,、ね、あのサイトではプロニュースこれはまあシステム5さんが運用しているあのサイトなんですけれどもここでもこういろんなね部門ごとにね あのゴールド賞っていうのが発表されているんですけれどもその中でもこうカメラ部分いろんなフォーマットのカメラっていうのをねそれこそパンソニックの s 5 m II から g f x 1 0 0 m a r k II であったりだとかあとは Apple の iPhone15Pro15ProMax とかっていうのもいろいろとねあのフォーマットとか関係なくノミネートされてるんですけれども、まあ、その中でも最高賞のゴールド賞っていうのを受賞したのが DJI の,の o s m o Pocket 3ということでこれやっぱりこう実際こう使ってみてね最初ね DJI の o s m o Pocket 3で撮影した 映像っていうのをね、あのモニターで見た時はあの期待値を、ね、超えてくるような、ね、あの感動っていうのがこう確かにあったカメラなのでこの辺も納得かなというふうに思います。 はい、<laughs> というわけで、もうちょっと、ね、寒くて、ね、あんまり、ね、口も回らないんですけれども、そんなわけでこの辺がねあが先週1週間分のカメラニュースと、あと2023年のこうカメラまとめみたいなあの形で、まあ、来年も、ね、相変わらずこんな形で1週間分のカメラニュースっていうのを、ね、あのまとめていこうと思いますのでも、もし聞いていただきましたら、インとチャンネル登録よろしくお願いします。えそれでで、ではは今日はこの辺でおもかげでした。